はい、どうも翔太郎です。今ですね、ちょっと緊急でニュースが入ってきたのでね、ちょっと速攻で動画を撮ってるんですけど、IK マルチメディアっていうね、まあ、こう総合的なこういろんなプラグインをね出してるメーカーですね。僕もよくアンプリチューブとかね、フリー版でお世話になってるやつなんですけども、そこのメーカーがですね、元ベースっていうのと元ドラムスっていうのをね、ベースの音源とドラムの音源を出してたんですけど、それのですね、ついに元ドラムス、ドラムバーのフリーバージョンがね出たということでですね、ちょっと早速今インストールして、ちょっと使い倒して、でなんかいろいろちょっと自分の曲とかに当てはめてみたりして、ちょっといじってみたんですよ。でいろいろいじってみたら、なんかあ、なるほどね、こういう感じかっていうのが分かってきて、ちょっと僕元ドラムス初めて、人生初だったんですけど、あ、面白いなと思って、ちょっとこれ早速紹介しないとなと思って、今速攻で動画を撮らせていただいているような感じです。実はですね、今週上げる動画の予告編みたいな感じにもこれなってきてしまうんですけど、実は僕フリー音源、フリーのねプラグインだけと、まああと5000円のプラグインですね、プラグインバンドル集みたいなのを買って、それだけで、ね、すごくいいミックスができるよみたいなことをやろうとしてて、そういう動画、こう誰もが5000円とフリープラグインだけでいい感じのミックスができるよって、音源作れちゃうよっていう動画をね上げようとしてたんですよ。で今週上げようとしてたんですけど、なんとその前にニュースが入ってきてしまったので、でフリーのドラム音源はね、僕SSD5 っていうねやつでその動画を撮ってたんですよ。ね、もうフリーのプラグインだとこれがねもう決定版みたいなやつで、まあ、結局のとこ、こうフルバージョン、ね、実際に買った時についてくるのとほぼ同じ感じのやつで、こう一つのドラムキットがそのまま使えるって感じなんですね。機能制限とかなしでそのまま使えちゃうと、例えばアディクティブドラムスとかはスネアとキックとハイハットとクラッシュシンバルしかないみたいな、タムが使えない、ライドとか使えないみたいなね、そういう機能の制限のされ方されちゃうとね、ちょっと正直使いにくいなっていうのがあって、だからアディクティブドラムスは1は持ってるんですけど、ちょっと2買ってなかったりね、なんかフリーでね、ドラムちょっといい音で作りたいなって人はちょっとそこがネックじゃないですか。なのでフルバージョンで使えて、でまあいい感じにもう音も鳴る SSD5 がもう無敵だなって僕ずっと思ってたんですけど、まさかのここに来て、その IK マルチメディアがですね、モードドラムスが、同じような感じで一つのキットをねフルバージョン出してきたよって感じなんですよね。だからドラムキットがね他にもね、そう結構12くらいドラムセットがあって、まあ、その中の一つを使えるよ。でまあこれ使ってみて気になった人は他のやつをねこうバイナウ追加購入してみたいな感じだと思います。でまあこれどうかな、なんか見る感じちょっとヤマハみたいな雰囲気出てるけどこのドラムセットね、スタジオってやつですね、ドラムセットがあって、まあその中の一つを使えるよ。でまあこれ使ってみて気になった人は他のやつをねこうバイナウ追加購入してみたいな感じだと思います。でまあこれどうかな、なんか見る感じちょっとヤマハみたいな雰囲気出てるけどこのドラムセットね、スタジオってやつですね。でまあ僕が一番気になるのはね、その音作りができたりとかなんだって、なんかいろいろ前情報でね、こうフリー版としてこういうエディットエレメントってとこやると、例えばコーテットのヘッドにできたり、クリアヘッドにできたりとかね、なんかこの多分エッジのかかり方をね決められたりとか、あとはまあこうボトムヘッドはクリアで固定なのかな、でこうスネアのスナッピーのねこうサイズとか決まって、まあ、スナッピーのかかり方とかも変わるのかなとか、そういったことがいろいろ調整できたりするんですね。でさらにここで、まあヘッドの方のボリュームと、あとチューニングもねちょっと決められたり、こうダンプって、まあ、ミュートのかけ方、かけ具合とかね、あとはこれインチが選べますね、14インチ16インチのスネアとか選べるんですね、14インチで、でデプス深さなので、まあ、6.5 6半くらいのやつで、こうボトムの余韻も決められて、でこうスネアのこうスナッピーのテンション感までね決められるっていうね、はいはいはい、こういう感じで、これがもういろいろ微調整があるわけですよ。タムもねいろいろあります。タムもね深さが決められたりとか、こうボトムもねチューニングまで決められますね。いいですね。こう表と裏のチューニングもね決められるってことで、結構幅が深いなっていうことだと、まあ、キックもねこれかなりありますね。キックもいいですね、いい感じですね。
まずね、こう、座面の方ですね。座面の方の、こう、クリアか、コーテッドかっていうのとね。あとは、まあ、ポイントっていうのは、まあ、これ多分ね、こう、エッジのかかり方だと思うんですけど、まあ、なんだろう、シャープにすればちょっとソリ、ポイントとかシャープにすればちょっとソリっていうような感じで、ラウンディットにすると結構余韻がある感じの音になりますね。で、ここでまた22インチのやつで、深さは20インチとか、こう、標準的なやつにしたりとか、いろいろいじれるみたいですね。そうそう、こうやって、一つ一つのキットのパーツごとチューニングできるよっていうのが、まあ、この、モドドラムスの、なんかすごいね、特徴というか、売りみたいなとこになってるって感じですね。はい。はいはい。うん。なんかね、音もね、全然悪くないですね。うん。まあ、モドドラムですね。結構いろいろ音作りの幅が広いよなんて言われてるんですけどね。結構音としては。うん。なんかシンプルになんか、なんか今っぽいというよりは、ちょっと古めかしいニュアンスも僕感じるなって印象なんですけど、どうですかね。あんまロックっていうよりは、ポップスとか、そっち向きなのかな。あんまり激しい音楽とかをやるタイプではないような印象です。はい。まあね、そんなこと言ってないでね、さっさと聞かせろみたいな話だと思うので、じゃあ僕が、これね、そのさっき言った、今週あげるこう、5000円でミックスしてみた動画っていうのね、やつの、まあもう、編集が終わってるデータなんですよ。で、そこで、こう、SSD5 っていうのを、まあこうメインで使ったんですけど、これをモドドラムスでちょっとね、差し込んでみるっていう感じでやってみたいと思います。はい。じゃあ聞いてみてください。まずは SSD5 からいきます。はい、じゃあ次モドドラムスの方行きます。本当に、はい、まあ、ちょっと今イントロだけね、ちょっと弾き比べて聞いてみたんですけど、どうですかね。なんか印象としては、やっぱり、もうそもそも、まあもちろんそのソフト自体が違うっていうのもあるし、あとはね、例えばこっちって多分、なんかメタルシェルっぽい音しますよね。SSD5 の方って。ね、それに比べてこうスネアが、モドドラムスの方は結構、ウッドっぽい、メープルっぽい。メープルか、バーチっぽいかな。うん。そういう感じで結構ね、スネアのキャラクターがまず全然違う。あと、キックもね、かなり違いますね。うん。なんか、ヴィンテージライクな、こう、落ち着いたサウンドって感じなんですけど、こっちはね、SSD5 の方は結構、今ね、これチューンってやつでね、チューニング結構上げてるんですけど、これ下げると、まあ、それでも結構アタック感が強調されてね、なんかロック向けなサウンドになってるなっていう印象です。まあ前情報でね、求めて SSD5 っていうのは結構ロック向けだよ、ロックやる人向けの音源だよっていうふうには言われてますよね。で、まあ、モトドラムスはそういうなんかどっち向けとか特化型っていうよりは、なんかオールジャンル。まあ、しかもそれもキットによって全然違うんだよっていう風になってるような印象なので、そこでまあ、比較的ポップス向け、落ち着いたオールジャンル向けの音源っていうのを、このモトドラムスの CS カスタムショップっていうかな、まあ、無料版の方では持ってきているので、まあだからこれはね、追加音源買えば、そのロックっぽいってところにはどんどん合ってくるようになるんじゃないかなっていう印象なんですけど、とりあえずフリー版ではっていうことに、今回フリー版の対決って考えると、まあ、やっぱりこう SSD5 の方が、なんかアタック感というか抜けみたいなのがね、ちょっといいのかなっていう感じはします。はい。まあなんだけど、こっちの方がオールジャンルですね。うん、なんかどんなジャンルでも普通に使えそうだね。
はい。じゃあこれでですね、ちょっともう一回、今度はフルバージョンで聞いていただきたいなと思います。まあそのフルバージョンをね、あえて聞くことでですね、その曲の抑揚とかの中でこのドラム音源がね、違うとどう変わってくるのか、印象変わるのか、ちょっとそこら辺をね、こう注目していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ最初 SSD5 の方です。はい、じゃあ次、モトドラムスの方です。いかがだったでしょうか。結構ね、元ドラムスと SSD5 でイメージ違いますね。まあ、僕のちょっと思った感想なんですけど、まあ、なんだろう、 SSD5 の方がやっぱりロック向け音源ってだけあってぐいぐい前に来てる感じですよね。俺のドラムを聴けみたいなね、存在感めっちゃあるなってね。まあもちろん音抜けよくがっつり作り込んではいるんですけど、
まあそれにしてもね、結構なんていうのかな、そうですね、点で来るイメージですよね。点で音が鳴ってるようなイメージ。なのでこうグルーブというかノリというか、そのどういう風に叩きたいんだなみたいなのが、点ではっきり分かるので、音と音との感覚がねすごい分かりやすいんで、まあグルービーな感じにも、まあ、聞こえたかなっていう、タトと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 タトタトみたいなね、このがすごい分かりやすい、聞きやすいなっていう感じでした。じゃあ反対に元トラミスの方どうだったかっていうとね、いや意外となんかオケなじみがいいですよね。あのオケ全体で合わせた時になんかドラムもね、こう存在感はちゃんとドラムとして役割を果たしてるんだけど、なんか前に出すぎないというかね、調和の取れた感じに聞こえました。でまあ特にキックのバランスがねすごいなんかいいのかなっていう、キックのなんか低音感みたいな安心する感じありますよね。まあもちろん SSD5 でも同じようなニュアンスを出せるっちゃ出せるんですけど、ただでもそれよりもやっぱ違う、もうそのドラムセット自体、キット自体が違う、その安心感みたいな、安定感みたいなね。バスドラムってなんか本来、まあこういう音がみんな好きだよねっていう、うん、なんか J-POP 的な感じの、本当何、なんだろう、大衆向けな感じのキックの音。安心する感はすごいあったなっていう感じですね。で、まあ、あの、スネアの音がね、どうしてもちょっと軽めに聞こえてしまうっていうのはね、ちょっとしょうがないのかな。これはまあ、ジャンル的に合う合わないがあると思うので、こういったね、結構がっつり歪んだギターで攻めていくね、ちょっとパンクとかエモみたいな、もう僕の好きなジャンルなんですけどね。まあ、普通にちょっとロックでガンガンに行くようなジャンルだと、ちょっとスネアがもしかしたら薄いかなっていう感じはしたんですけど、まあでもそれも適材適所かなっていうね。曲のジャンルとか考えれば全然使えるなと思いますし。まあだから、個人的には、その、元ドラムスは、面で攻めるような、うんね、調和の取れた感じすごいありましたよね。おけなじみがいい、特にね、なんだろうな、まあ、この点と面でっていう考え方、 SSD5 が点で元ドラムスが面でっていう考え方をした時に際立ってくるのが実はベースの存在感、うん、結構その SSD5 だと結構ドラムが点で攻めてるだけあって、そのアタック感というかこう縦のノリ、縦のね、音の感じっていうのがね、ドラムが全部持ってっちゃってる感じがあって、ベースってのは一応ね、ピック弾き、歪ませた、こう、ピック弾きでガーってやってるんですけど、でも、それはなんだろうな、その、一個一個のパチパチパチってアタック感はね、ドラムに取られてる感じがあったんで、ベースはどっちかというと、ボワーっと、こう、全体を支えるような感じになってたのかなと思うんですけど、元ドラムスで、聞いたときはですね、元ドラムスが結構ボワーっとした面で支えてくれてる分、ベースの点のね、アタック部分みたいなのがすごい分かりやすかったのかなと思います。なので結構ベースを際立てせたいんだったら、元ドラムスっていう選択肢もあるのかなって思いました。うん、面白い発見だなって感じですね。さあ、そんな感じでですね、まあ一応、音の検証はできたんですけど、じゃあ僕のですね、個人的なおすすめセッティングですね、ちょっとやってみたいなと思います。まあ僕はもともとやっぱこうロック系の感じでやるのが得意な人間なので、まあこういったこうヴィンテージキットの中でも、なるべくちょっと音抜けがいい、音が際立ったセッティングをしたいなと思ってやってます。まあシンバルはですね、全体的にこういじることはできないので、まあ、太鼓とかね、こう太鼓ら辺の、まあ、チューニングとかをいじっていこうって感じなんですけど、じゃあ僕のですね、おすすめですね。スネアはですね、これね、普段みんなコーテットでやるからコーテットでいいじゃんっていう感じだと思うんですけど、僕は今回クリアにしました。なんでかっていうとですね、その、あくまで、マジで、ドラムをレコーディングした時の質感にまでなってるのかっていうと、ちょっと個人的にはそういうのとちょっと違う考え方だなって思いました。うん、クリアっぽい音になってるか、コーテットっぽい音になってるかっていうと、っていうよりはクリアの方がなんかハイの成分が結構強調されてて、コーテットだとちょっとハイを抑えてみたいな、なんか EQ 処理的な感じなんですよね、なり方が。うん、そのヘッド変えた時のそのヘッドの違う感っていうほどの違いがなくて、
なんだろうな、EQ の感じがちょっと違うのかな、みたいな、EQ 処理をした感じが違うのかな、みたいなのをそうやって再現してるのかなっていう印象だったので、まあ、だからそういう意味で僕はもうちょっと抜けのいいクリアっていう感じでしたね。本来ならね、絶対僕コーテッドでやる人間なので、あれなんだけど、ちょっとコーテッドにした感じ、ただこもっただけみたいな、うん、印象になったので、ああ、ちょっとそこが違うのかなっていう感じでした。まあ、だからあくまでシミュレーションっていう感じですね。マジでドラムやってる人からしたらちょっと、ああ、そうじゃないんだよなっていう感じはちょっと否めないかもわからない。で、チューニングはですね、結構強めにしてます。はい。はいですね。まあ、8.79 くらい。うん。チューニングね、マイナス10とかにしてもね、結構、うん。結構それっぽい感じになってくれるんですけど、まあ結構高めにした方が、今回はね、抜けが良かったのでね。で、あとダンプとかミュートはなしですね。で、結構余韻というか音の深さみたいな、ロー感も欲しかったのでね、6.5 インチ、6半までね、結構深さはやってて、14インチ。デフォルトになんかね、13インチになってるんですけど、まあ僕14インチでいいんじゃねって感じでやってます。で、まあここは、なんかね、シャープ、ポイント、ラウンディットってあるんですけど、これもなんか、その、処理のね、こう、機能、エッジの処理の仕方っていうことを多分言ってるんでしょうけど、本当にただこうポイントにするとハイが上がって、ラウンディットにするとなんかローミッドあたりがボワつくみたいな、そういう感じなんですよ。こう質感までは変わんないみたいなね、うん、感じなんで、だから僕はまあちょうど間を取ってシャープって感じにしてますね。で、まあ、スナッピーもなんかあんまスナッピーの感じ出したくなければミディアムでいいのかなっていう感じですね。で、まあ、テンションこれすごい下げるとね、ジャーチャーチャーっていう、こうなんかジャー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 みたいな、こうね、こういう感じが出てくるっていうので、まあこれはちょっと強めにして、うん、こんな感じの処理にしましたね。まあ、これは特にいじらずっていうので。まあ、なので、本当にドラムのこう機材マニアみたいな人からしたら、いや、そういう変化じゃないっしょみたいな、ただ EQ 処理しただけっしょっていうのがね、分かっちゃうかもしれない。まあ、別に僕そんなマニアじゃないんですけど。ですね。で、あとタムはですね、基本的にまあクリアにして、で、まあラウンディットでいいのかな。ここ特にいじんなかったですね。うん。なんか、あと、まあ、インチ数だけなんとなく合わせようと思って、タム1は今回つかなかったんで。で、なんかね、このフロアタムが、僕まあ、タムはね、1、2、3あって、まあ、僕2だけ今回使ったんですけど、まあ、なんか、どれくらいにしたら、多分ね、10インチにして僕、さっき使ってたんですけど。で、フロアタムが、なんかあんまインチ数が近いとね、ダメみたいな。なんかね、例えばこれ18にするじゃないですか。フロアタム2は18にして。そうするとね、そう、これ14に強制的になっちゃうんですよね。16に僕したいんですよ。16にしたいんだけど、フロアタム1、16にしたら、なんかこっちも20になっちゃうみたいな。やっぱ絶対なんか、4インチ以上フロアタムは差をつけてくださいみたいな感じに自動的になっちゃうみたいで、あ、これそうなんだ、みたいな。普通16と18じゃんって思うんで、まあ、じゃあ、しょうがないから14と18にするかって感じですよね。うん。まあ、ここもね、なんか、結局だから、この、インチ数変わってますよっていう言い方をしても、その、本当にインチ数が変わった音をシミュレートするっていうよりは、単純にこう、なんだろう、EQ 処理で、とか、リバーブ感の処理をして、その質感を近づけてますよ。なので、あくまで元の音一つに対して、なんか、いろいろやってますよみたいな感じなので、あくまでもそのシミュレーターなんだなっていうのはちょっと今回ね、モトドラム使ってみて、ああそっかっていう感じな部分ではあったんですけど、まあただただ別にそれは悪いってわけではないので、うん、その感覚をつかむにはすごいいいなと思うので全然いいと思うんですけどね。ただちょっと生ドラムで実際いろいろ音研究してる方には物足りないかもなっていう感じでした。うん、まあでも音悪くないですしね。うん、やっぱキックがいいね。はい。で、これね、プレイスタイルってのもいいですよね。これ選べるのが。この右手はスネアをどこ叩いて、左手はスネアをどこ叩いてっていうのがね、選べるって感じなんですけどね。まあ、ただ、ここでクリックしても音が鳴らないっていうのはちょっとしんどって感じですね。僕、キーボードでやらない派なんで。
で、まあ、例えばスネアも、なんかあんまね、ど真ん中だけ打つよ、良くないよ、みたいなこと言うんで、ちょっと両方外してみたいね。でもなんか左手っていつも癖で真ん中寄りにしちゃうんだよな、右手はちょっと端っちゃうんだよな、みたいな癖をあえてね、シミュレートするってのもいいかもしれない。まあ、ただ多分そこまで再現性は高くないんでしょうね。今までの感じで言うとね。で、あと、これ面白いですよね。チップなしのスティックも選べて。で、こうナイロンチップも選べてね。まあ、せっかくなら僕も、まあ、あの丸型チップが好きなんで、丸型チップなかったのかなと思うんだけど、そういうのはないの？なさそう。ああ、なんかちょっとだけやっぱチップがないと老感が強いような気がする。うん、まあでもそんなものかな。大して違わないですね。やっぱなんか EQ の処理をしてるのかなって感じでしたね。で、あとルームも選べますね。あの本来であればね、他のとこもいろいろ選べるのかなって感じなんですけど、あ、そうじゃないか。ルームはいろいろもともと選べるみたいですね。ちょっと僕はあのミドスタジオってやつしか使ってなかったですね、今回。へえ、そうなんだ。どんな感じなんだ。ちょっと結構ルーム上げてやってみよう。ブース、はいはい、まあデッドな感じですね。ミッドス、はいはいはい、まあ普通に余韻がある感じですね。これもね、なんだろう、部屋感が欲しい人は上げればいいけど、そうじゃない人もなんかブースとか、うん、なんかなくしちゃってもいいのかなってくらい。ルームって結構難しいんですよね、使い方がね。うわー、なるほどね。ガレージだと結構響くんだなって感じですね。バンカーって何？へえ。あ、なんかコンクリ打ちっぱなしみたいなとこかな。へえ。ラージスタジオ。ああ、いいっすね。なんか、いいっすね。デイブ・グロールとかがね、こういうとこで使ってそうですね。すげえ。なんかこう、教会？教会かな？違う、ちょっとよくわからん、ごめん。クラブ、あー、なんかわかる。まあライブハウスみたいなとこですね。へえ、なんかデッドだけどちょっと奥行きがあるみたいなね、はい。あー、もうホールですね。ザホールでやるんだぜみたいな。え、何これ。ワーハウスなんだろう、ここもなんか外野外みたいな。ちょっとごめん、わかんないけど、英語読めないからわかんないけど。ウェアハウス、なんか遠くで鳴ってる気もするし、デッドな気もするし。へえ、まあルームはね、選べるみたいですね。ただでいいですね。ルームを追加購入しなくていいのは結構いいかも。うん。で、まあ、キックはかなり強めに出してて、スネアが意外と抜けが良すぎるので、スネアあんまねやってないですね。で、こうなんかエフェクターもね、実はね、これそれぞれかけられるんですよね。いいですよね。ちょっと今回全くかけてないんだけど、なんかコンプもね、コンプ76とかね、なんか名機のコンプのやつとか結構選べて、こういうエフェクト処理は結構あの追加購入なしでいけるみたいな感じで、すごいいいなと思いました。だからあの僕は今回ねプラグインでちょっとかけたりとかしてるんですけど、そういうのもやんなくてもいいなっていう印象で、うん。なのでドラムだけでもね、あ、しかもプラグインのかけ方は分かりやすいですよね。うん、僕 BFD3 も使ってたんですけどね、プラグインがよく分かんなかったです、かけ方がね。うん、なんかこれめんどこんなんやるならめんどくせえから、もう普通に外でやっちゃおうみたいな気持ちになりましたもん、普通に。そうですね。まあそうかな。で、意外とシンバル、ハイハットとかちょっと奥まっちゃう。シンバル類がね、なんかオーバーヘッド普通にくらいだとね、結構奥まっちゃうので、うーん、そこがなんかなっていう、ね、でもだからといって上げすぎるとなんかうるさいなって感じなんですよね。そのバランス調整がすごい難しくて、ちょっと悩みました。悩んだっていうか、なんかまだちょっと触って1時間くらいだったので、ちょっとそこら辺がうまくいかなかったのかなって印象です。でもうちょっとね、いじればシンバルの抜けとかもね、もうちょっとよくできるのかなと思うんですけど、まあでもあくまでこのスタジオっていうモデル自体が、そのシンバルとかもね、あの選択するとわかるんですけど、ヴィンテージってやつなんですよね。
まあ、多分マイネルとかのねシンバルだと思うんだけど、そのヴィンテージ感あるやつなんで、もともとそんな抜けは良くないよっていうタイプなので、やっぱりもうちょっとねポップスなものに使うのが、小音量編成のものに使うのが基本的にはいいのかなっていう印象ですね。うん。であと一個だけね、ちょっと個人的に難点だなと思ったのが、やっぱ僕がこのロック系のドラムが好きでね、自分も叩くんでやってるので思うところが、シンバルがエッジっていうのが、エッジっていうのとベルっていう、この2種類しかないんですよ。音が。なんていうの、クラッシュがないんですよね。その、クラッシュの場合、クラッシュシンバルの場合、このエッジって部分はこうやってね、ほんとエッジで叩くじゃないですか。でもこのライドシンバルのエッジっていうのはエッジじゃないんですよね。チップで叩いてるだけなんですよね。だからもうちょっとクラッシュ的にジャーンって鳴らしたいなっていう奏法って普通にあるじゃないですか。普通にあるし、もう当たり前だと思うんですけど、それができないっていうね。でじゃあそういうことしたかったら、元ドラムス無料版じゃなくてちゃんと追加購入して、こういう新しいシンバルでやってよ、そういう刻み用のシンバルとかさ、みたいな話になってくるのかなって思って、まあだから僕今回サビはね、こっちの普通のシンバルでミディアムクラッシュの方でやってるんですけど、ただそれが SSD5 の方だと普通にこうライドのこのエッジで叩いた、クラッシュ的に叩いた音も出せるっていうね、そこがちょっと僕一個だけ不満点でしたね。なんかな、クラッシュ的に使えるシンバルが僕3つくらいないと、なんか表現力の幅が狭いなって気がして、ちょっとあんま好きくないっていう、まあ個人的なとこですね。このライドはもうこのチップの音とベルの音しか使わないよっていう人はもう全然それで構わないのかなと思います。はい。ただちょっと個人的には1個だけ不満点あったなって感じです。それ以外はね別に大丈夫ですね。いいですね。であと別に僕正直この音が好きか嫌いかっていうと全然好きなので、やっぱ SSD5 って特化型なので、 5.5 フリー、 SSD5 5.5 フリーっていうのはもう特化型なので、ロックっぽいことやるにはねすごくいいです。ね、すごくアタック音が強いので、ロック系のやるのにはめちゃめちゃ使えるんだけど、じゃあ落ち着いた曲やるときにね、これねちょっとやっぱうるさいんですよね。お前じゃねえよみたいなね、お呼びじゃないよお前みたいな、ドラマみたいなね、こうめちゃめちゃポップスでゆったりとしたね、例えばこうシンガーソングライターのね人が弾き語りで、で、まあ、普段やってる人がバンド編成でやってみようみたいなねことをやってみようって時にね、なんかすごい筋肉ムキムキの外人が来たみたいなね、もうやってやりますみたいなね、ムキムキの外人、よっしゃどんがらがっしゃみたいな感じで叩かれても困るじゃんみたいな、そういう時に落ち着いた普通のお兄ちゃん来てみたいなね、あどうもこんにちはみたいな、そんな感じで使えるので、だから今回の結論なんですけど、 SSD5 とモドドラムス、使い分けができます。どっちがいい悪いというよりは、やっぱロック系なね強めの音で攻めるんであれば SSD5 を使うと、フリー版を使うと、でこうシンプルなこう普通の感じの曲をやるんであればね、あんま強すぎない感じの曲調でやるんであればモドドラムスを使うってね、使い分けを僕ちょっとしていきたいなって思いました。実際やっていこうと思います。いや面白いですね。ね、でまあモドドラムスね、今回使ってみてやってみたけど、別になんか特別重いかって言われたらその重い印象もないんで、でまああといろいろね、キットもどうなのかな、キット単体で選べるのかな、単体で1個ずつ変えたりしたらめちゃめちゃ嬉しいんですけどね、そういうのができて、ちょっと欲しいやつピンポイントでね、例えばロックカスタムだけ買ったりとかね、グランジーってやついいですね、デイブグロールっぽいですねそういうの買ってみたりとかね、なんかいろいろ音追加して楽しめそうな感じもあるので、まあだからなんだろう、今回このモドドラム、フリーバージョンみたいなね CS っていうのが出たっていうのはね、すごくいいことじゃないかなと思いました。僕ちょっとモドドラムスに興味が湧いてきましたもんね、実際ね。だからまあちょっとフリー版でね普通に使っていきつつも、なんかもしよければ買い足してみようかなって感じです。はい。そうなので、ほとんどのことがね、モドドラムスで やれるほとんどのことがやれちゃいますよっていうね、変に機能制限ほとんどないんだけど、まあそのキットが一つだけ、まあこれ当たり前ですよね。まあ、ただね、
使えないシンバルとかがねあるって、ここら辺がちょっともったいないかなと思います。せっかくならねここも開放しちゃってもいいんじゃないのって思うんですけどね。さすがにここ開放しちゃうと誰も買わねえかみたいな話はなんないと思うんだけどね、スプラッシュとちょっと大きいクラッシュですかね。うん、ここがあるともっと良かったのになとは思いました。はいはい、そんな感じでですね、いかがだったでしょうか。いやいやいや、なんか個人的には全然使い分けができて面白いなと思ったし、うん、今後もいろんな曲とかでこういうのあったね、使う機会あったら使っていこうかなと思いました。ですね、まあなんですけど、今回ね、フルで聴いてもらったね、曲があるんですけど、これをですね、実際に一からミックスするっていうね、もう今こうやってプロジェクトに立ち上げて、なんかいろいろなんかマスタリングするところとかね、なんかいろいろあって、こうドラムとかベースとか、こうグループチャンネルとか作ってね、なんかオーディオも録音してあるじゃないですか。実際に録音もしたってミディも打ち込んであってね、こういうのを実は僕一から作ったんですね。一から作って、まあ当たり前なんですけど、ね、一から作ってやってる動画を、このまた、今週の土曜日に上げようと思ってます。はい、もうこれ投稿して、すぐ上げようと思ってるので、皆さんぜひですね、これのですね作り方に関してね、ちょっともし興味がある方はね、その動画を見ていただきたいなと思うんですけど、この動画ですね、冒頭でも説明したんですけど、この SSD5 フルって、フルじゃないSSD5 フリーってやつとか、あとはベースとか、ギターもね、アンプシミュレーターを使ってます。アンプシミュレーターを使ってて、でこれもね IK マルチメディア、モドドラムスと同じメーカーなんです。これもねフリーバージョン、フリーのね、ただで使えるやつを使ってます。はい、ほとんどただで使えるやつだけで今回音源をね作ってるっていうね、すごいすごい事態なんですよ実はでこれマスタリングするとこだけちょっと、ミックスがマスタリングをするプラグインだけちょっと5000円だけね皆さん課金してもらうと、それで今回の なったような音源がね作れるよっていうことで、はい、めちゃめちゃお得な内容になってるんですけど、ちょっとそれをねぜひ見ていただきたいなっていうことと、まあちょっとそれね宣伝も兼ねてね今回動画撮らせていただきましたってことでした。いやーでもちょうどモドドラムスのねなんか、ニュースがね飛び込んできて僕びっくりしちゃいましたね。いやすごいいいなと思って、すごくいいなと思いました。これはフリープラグイン界のちょっとな二大巨頭見たくなると思いますね。ロックっぽく攻めたかったら SSD5 でやんなさいとか、こうオールジャンルでやりたかったらモドドラムスを使いなさいみたいなね、こう点で攻めたければ SSD、 面で攻めたければモドドラムスみたいなそういう感じで、やっていけるんじゃないかと思いました。はい、そんな感じですね。僕またいろんな動画をね上げていこうと思います。まあ、普段僕がですね DTM というよりはね、本当ギターとかベースとかドラムとかをね実際に叩いてみて演奏してみたとか、こうなんかいろいろこう機材系のレビューとか、ね、そういうことここもやってますのでねぜひ他の動画も見ていっていただけると嬉しいと思います。はい、そんな感じですね。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。ではありがとうございました。